オペラペラ。オペラ歌手夫婦ユニット夫婦のスバルと夫婦のつぐみ、生放送で本日21時より55分間番組をお送りしたいと思います、はい、この番組は、オペラ歌手の生態をつまびらかにしていく番組でございます。どうぞドリンクを片手にゆっくりお聞きいただければと思います、はい、皆様こんばんは。はい、本日ですね、ツイッター今 X っていうんですかね、とそれから Facebook 夫婦のアカウントで記事を上げております。よろしければコメントいただければと思います。はい、それで、メールの方が friday@komae.fm friday@komae.fm 懸命に夫婦でお願いいたします。はい、今日はね、後ほどご紹介するゲストさんが大人気ですので、おそらく1万通ぐらいのコメントが来ると思いますので メールの方がもしかしたら読みやすいかもしれないです ね。そして1万通もありますと、ちょっと全部を読めない可能性がありますね。ちょっと読み逃した場合はお許しいただければと思います。十何通でも見逃したりしてますからね。あ、そうですね。はい、でちょっと、はい、なんか Facebook とかも読み込みが遅い場合があって、ちょっと最近私が読み逃しているのがあって、ちょっとクレームがあったりしまして、ごめんなさい、はい、なわけで、はい、でも楽しく聞いていただければと思います。はい、はい、ね、なわけでね、今日も暑いですけど、暑いですけど、はい、暑かったですね。暑い中我らはバーベキュー大会に、ね、朝11時から行ってまいりました。さんさんと火に焼けながら、はい、私は焼けたい人なんで、火に当たりながらやってましたけど、なんか天然のオーブンに入ってるみたいな感じでしたね、はい、すごかったですね、はい、はい、そこでやばってして、まあ、そこそこね、はい、ガソリンも入れつつ来たわけで、今日はだから狛江では飲んでなくて、はい、別のとこで飲んできたんですけども、ね、はい、なんとスイカ割りもさせていただいて、うん、それはでもスイカ割りではなくスイカ切りという名前 で、ね、真剣でスイカを切る、日本刀でね、はい、日本刀で、はい、でスバルさんがまず縦に切る、これは一応縦に入ったんですけどね、つみさんなんかこうスイカ削ぐみたいにこうチャーン、皮を削いで、ね、皮を削いで、はい、まあ、そう本当に目隠しされて全く分かんないですからね、まあ、すごくもっと右とか言われてもね、そうですね、うん、楽しい経験をさせていただきました、はい、なわけでね、はい、はい、ね、まだ飲んでらっしゃいますかね、ん、まだ飲んでらっしゃいますかね、先生たち、飲んでるんじゃないですか先生たちは ね、犠牲会の皆様、はい、本当今日はお世話になりまして、聞いてらっしゃるかもしれませんけど、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、はい、夫婦はですね、最近 CD を発売しまして、そうですね唐突ですから、7月23日に発売して、はい、2枚、うん、エボリューションという CD とエターナルという CD を、はい、発売しました、はい、でそちらの方はまたホームページなどで確認していただければと思います。まあ、そうですね、はい、うん、また夫婦が主催をするというのもちょっと始めまして、8月の20日に、市ヶ谷または麹町から徒歩5分ほどのイタリアンダイニングフィオリーレという場所で、はい、1時半 お昼のですね、ランチの後みたいな感じで、お食事の提供なしでドリンクのみで、ね、はい、お楽しみいただくように気楽な感じでというのをちょっと始めました。で、1回目はね、我らがもう歌って終わったんですけど、8月20日は草野七海さんという国立音大を卒業、大学院を卒業したばかりの優秀な方が、うんうん、すごく可愛くてね、魅力的な、まあでも珍しいですよね、うん、あんなに若くてチケット頑張って売ってくれて、うし、うん、なんか素晴らしく力強い意志の固い方、可愛いのに意志の固い方、すごいなと思って、その方が出てくださいます。チケット売るなら出ませんとかやついっぱいあるからね今ね、そういう、そういう毒をね、毒を盛り込むのをびっくりするよ、ちょっと、ね、まあ、びっくりしました、うん、その子は売りますって言ってやりますってことだったんで、はい、うん、それはそういう方が素晴らしいと、それはぜひ皆さん応援、最初にファンになっておくとすごくいいことをその後あると思いますよ、うん、と思いますので、もう出だしの時に見ていただいて、そこから応援してもらえたらすごく嬉しい、そうです、ね、歌手としても嬉しいんですけど、うんうん、皆さんとしても楽しみがきっとあるので、はい、そんな感じで8月20日もしよかったら夫婦のホームページからもチェックしていただいて、はい、来ていただければと思います。はい、そんなわけで、はい、なわけで今日は、なわけで今日は、うん、スタジオがなんか酸欠になりそうな人数になっておりますけれども、ね、我々の番組では最大の人数ですね、ゲストの人数ですね、そうですね、3人来ていただいて、はい、はい、ね、うん、はい、じゃあそれゆきクラシックの皆さんです。はい、皆さんこんばんは、大川ひろしです。又吉秀樹です。吉田蓮です。それゆきクラシックです。どうぞよろしくお願いします。いつでも鳴らしてください。いや、本当ね、ようこそお越しくださいました、お三人様。大川くんが4回目、
ウォーカーさん4回目そうかもしれません、ね、最多出場というか最ゲスト回数がね、はい、最多です、ね、そうで、ね、まあ、3回目終わった時に夫婦のラジオでは3回目だと思います。でもコマラジに他にも出てらっしゃる、ね、そうです、夫婦は3回目、うん、はい、うん、そっか3回目か、うん、そうだと思う、うん、そう、うん、じゃあ2回目終わった時にまたよろしくねって言ったら3人でやってほしいんだよねって言われてそんな言い方してないトークンじゃないそんな言い方してない あそうですか分かりましたって言っていやいやもしよかったらあと3人いやいやそんな言い方してないいやいやそんな言い方してないありがたくねこうやっていやでもよく揃いましたねこのスケジュールが、ね、いやもうみんなに聞いたら、うん、出るって言ってもすぐ本当ですか、はい、まあ、それでもいい話してから1ヶ月は後ぐらいだもんね、今日ね、うん、2回ダメだったんだもんね。そうです、4月中ね、まあ、急には揃わない、うん、揃わない、ね、でもよく揃ってくださった、はい、いや本当に良かったです。3人が3人忙しい方がそれ揃ってまたユニットも忙しいってすごくないですか。いや、まあ、今音楽業界のギャラをほとんど3人で取ってってんじゃないですか。いやいや、感動がせん。最近やっぱレンのおかげで最近仕事なくてさ。いや、なんだ、やめてください。レンさんのせいなんだ。自分をちゃんと見つめろよ。ああそうだね。そうですね。はい。ちょっとそれぞれ自己紹介的などうですか。それいけクラシックのこと知らない方もいらっしゃるの でどうですかね、個人個人の紹介 とあと、まあ、どういうきっかけで始めてとか、うんうん、そうですね、なんか、まあ、僕らは、まあ、オペラとかそういうなんかコンサートとか、 なんか、まあ、いわゆる声楽家の集団なんですけど、うん、まあ、それいけクラシックという団体で、うん、最初当初はなんかなんて言ったらいいのかな、東京都がですね、うん、まあ、コロナ禍に突入した時に、うん、その映像作品を作ったアーティストにちょっと支援をするよという企画があって、うん、アートにエールみたいな。あ、そうですそうです、はい、うん、それで、まあ、最初に一緒に作品を作ったっていうのがきっかけで、うん、3人でっていうのが、この実はですね、うん、メンバーがもう一人いるんですが、はい、まあ、うん、吉田 まあ、高校時代の同級生で、うん、アニメーション作家の瀬尾宏という、はい、まあ、超優秀なやつがおりまして、はいはい、まあ、ちょうどそのまあ、動画を作るっていうことだったので、うん、彼にも力を借りれないかと思って、うん、でその4人で最初動画を YouTube 用の動画を作ったっていうのが最初 で、まあ、それがあまりにちょっと楽しかったから、うん、撮影以外の時間もちょっと楽しかったから、うん、まだ、まあ、仕事もまだない時期だったので、うん、まあ、ちょっとこのまま YouTube の活動を続けてみないかと、ね、はい、うん、言って、それが2020年とかですかね、うん、そうだね、もうすぐ3年になるっていう、うん、はいはい、団体です。いや、 YouTube めちゃくちゃ面白い、私めちゃくちゃ見てましたよ。ありがとうございます。映像の質が高すぎて、なんか自分たちがちょこちょこやるのを諦めるぐらい素晴らしかったんで、うん、なんかやっぱ全然その瀬尾さんっていう方の素晴ら、ね、腕が素晴らしいと思って見てました。アートニエルでも申し込んで、うん、こんなにバズったのって2、3人だけじゃないですか、うん、いやー、どう、いや、そんなことはないと思いますけど、まあちょっといや続いちゃってる、続いちゃってるからそうだなみたいな。でもそうだなみたいな、更新頻度はちょっと、まあ、なかなかちょっと低いんですけど、うん、でも、はい、なんとか継続させていきたいなっていうなんか思いがちょっと強くて、ぜひ楽しい、はい、だから YouTube でそれいけクラシックで弾けば皆さん見れるんですよね、うん、だからまだご存じない方はぜひ見て、うん、登録していただきたい、ぜひぜひ、めっちゃ面白いですよね。どうしよう、登録者めちゃめちゃ増えたらどうしよう、やばいねやばいねぜひよろしくお願いいたします。うん、なんかクラシック業界に、新しい風を大きく吹かしてるじゃないですか。しかもクラシック真っ向勝負、クラシックって言ってちょっと違う感じでいきますとか、そういうテイストじゃなくてクラシックに向かっていってる、そういうなんか、まあ、もう私は気持ちが良いです、まあまあ、基本そこそれぞれのスキルがあって、うんうん、あ、そうね、そうね、だいたい YouTube とかやって映像撮る人、うん、その人のスキルがないのよないから言う変なことしてこう出てくる感じだけど、それぞれにスキルがある中で そ,、ね、それをこう、うん、それ3人が集まってやってるから、まあ、素晴らしい、めちゃくちゃ褒めてくれますね、そう、本気だから、いや、それは本当のことだから、うん、いや、それ、いや、大川くんが非常にこう無礼だったりとかそんなことないですよ、そういうことはね、あったとしても能力あるのは間違いないから、いや、そんな、なんか嬉しい、それは間違いない、そ そ、それと人間性とは別なんですよ、人間こんな可愛い後輩がいますかまあ、そうですね、
ね、ただこうやっぱりおふざけじゃなくって、うん、本気でやって本気でふざけるよっていうところを、まあ、であとはまあやっぱり歌手3人でやってるとどうしてもこう、うん、考え方とかも音楽家目線になってしまうので、まあ、そこにいい具合にこう背負う気がしてくる。その言い方だとちょっと一般の人分かんないとか、すごいそれ、まあ、やっぱりそういうことを言ってくれるっていうのは大きい。ね、ラジオで話してても、うん、普通の俺たちが普通に話して当然分かることがリスナーには分からない言葉がいっぱいあって、そうこっち業界の話だから、ね、話がだから、うん、だからそれがもう普通になっちゃってんじゃん。そうだ、当たり前に何が分かんないか分かんないまま喋っちゃうから、うん、よくない、かなりこう麻痺してるっていうか、うんうん、まあ、我々もそこで社会勉強させていただいてるというところですかね、うん、瀬尾さんの力大きいですね。大きいですね。ちょっと一件コメントあメールをいただきましたので紹介させていただきます、ラジオネームがないのでちょっとなしで読ませていただきますが、こんばんは、今日楽しみにしてました、早退しましたって書いてあるので多分お仕事早退したんですよね。ラジオの聞き方もそれくらファンの内田さんに教えてもらいました。名物の、はい、トヨタのファミリーコンサート以来それくらロスに陥っています。ぜひ名古屋のコンサートもご検討ください。瀬尾さんもぜひお誘いください。日々瀬尾さんファンとして精進してまいりますってことでいただき、はい、私も瀬尾さんファンです。会ったことないけど、はい、素晴らしいと思います。もうすごい、メールありがとうございます。内田さんの、はい、ちょっと急に出てこないで、じゃあ話して話しとけと、はいはい、はい、そうですね、はい、じゃあ今内田さんが急に指示しないでもらっていい、なんか内田さんっていうね、はい、まあ、内田さんのことなんかあんまなんか、まあ、一般の方なので、一般の方なんですけど、まあ、はい、毎回コメントくださるんですよ。あ、そうなんですか。ちゃんと内田ですって言ってくださるんで、多分内田さんの名前は大丈夫だと、大丈夫だと、はい、うん、まあ、YouTube きっかけに応援してくださるようになりました。だからこの間出てもらった後、多分ほぼ欠かさず聞いてくださってて、あ、そうなんです、コメントくださる、そうなんです、本当にね、もう千代さん、うん、本当に応援してくださって、いや、すごいですよね、すごいすごい、コンサート会場でもうちわとかね、そうなんです、振ってくれたりとか、この間見ました、なんか写真が上がってて、はい、なんかこうたすきして、そう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 、なんかうちわ見ました見ました、はい、すごい熱狂的な、はい、うん、素晴らしい、ね、うん、ねえとか言ってね、いやいやいや、君推しなんでしょ、いやいやいや、もうみんなをなんか、みんな推し、はい、それぞれの推しの方がいらっしゃるじゃないですか。今日は又吉さんの推しですっていう方も夫婦のツイートをこう、してくださってて、で、うん、この番組再放送がないので、又吉さん聞けるのは、生の声聞けるのは今日だけだよとか言ってあげてくださってる方がいらっしゃいました、うん、どうもこんばんは、又吉ですいつもありがとう甘いボイス風ですか、何を電波に乗せて一応やったからですすごい、うん、3人でやっててこう苦労することとかってあるんですか、なんか3人、もちろん瀬尾さんも入れて4人ですけど、でもやっぱり、うん、なんかありがたいことになんかそれぞれの、はい、なんかそれぞれがこう忙しくさせていただいてるおかげで、うんうんうん、そのやっぱ予定を合わせてその収録するとかっていうのがとっても難しく、スケジュールか、スケジュールのなんかことが今一番難しいんじゃないかなと思います、ね、まあ、限られた時間でなるべくこういっぱい撮影をできるように、はい、こう、うん、こまめに、まあ、打ち合わせしたりとかっていう時間も大切にしてますよね、うん、あと多分もしこの3人のグループだったら、歌手だけのグループだったら、うん、さっきも言ったんですけど、うん、我々割とゆったりしてる性格なもので、うんうん、どんどん多分、はい、こうずるずると、ずるずると、うん、期限が伸びたり、またでいいかみたいな、そうなんです、明日でいいかとか、はい、でも、はい、この瀬尾くんがですね、はい、割とこまめに叱ってくださるものでいいですね、 いいですね、それ本当いい、そうですね、だからそれもあって割とちゃんと、まあ、今でも継続できてるかなっていう感じだね、うん、うん、その資料叩かれながらね、そうそう、ありがとうございます、うーん、何言われた、いやいやいや、何言われた、うん、最初、まあ、やっぱり僕ら
そんなに打たれ強い性格ではないから。そうなんですか。あの、トークが全然うまくいかなかった時に、うん、瀬尾くんに怒られて、うん、岡さん割と本当にへこんじゃった。じゃあやっぱね、初めてのことだったから、うん、もうちょっと優しく言ってくれないかな。でも今だったらわかるんですよ。今だったらもうあの同じことをなんか繰り返し話したりとかっていうのがなんか、うん、あの撮影の時にあったし、うん、でやっぱそうするとなんかこうその話はもうしたからあの、うん、使えないからもう撮影してもしょうがないみたいなことがあるんですけど、うん、なんかこう向かなんかありますよね。なんか繰り返し繰り返し話したくなっちゃう時っていう、うん、ありますあります。でもなんかそういうなんかルールみたいなルールというか、うん、なんかそういうのが分かってなかったんで、うん、でもそれに言われてちょっと落ち込むっていう。いろいろ勉強しましたよね。それだからやっぱりその、うん、繰り返し繰り返しあの同じこと話しても使えないからね。そうそう。うん、あれ？そう言ってんだよ。ああ、そう言ってた。そう言ってた。今わざとわざとやな。わざとやな。わざとやな。だけど、うん、だけど、うん、あのヒットラーってすごい演説の名人だったんだけど、うん、あの人は同じことを何回も言うんだよね。それを何分おきに言うって全部計算してて。あ、それですり込む。それすり込んでいくって、民衆はバカだから何度も言わないとわからないって言って、サブリミナル効果的な、なんかあれじゃないの、うん、繰り返して繰り返して、それでなんか歌手が発声練習してたとか話ありますよね。うん、なんか演説のレッスンをするそうなんだ、声の通し方、そうだね。でしかもヒットラーが初めて何万人って集めて、それまで肉声でしか演説しなかったのがマイクとスピーカーを使って2万人とか3万人集めて演説した初めての人だから、あ、そう。ヒットラー時代のスピーカーがもし今あったらものすごい値段で売れるんだって。あのだけの質のスピーカーは今どこにもないんだって。ってことはどういうことなんか。それいけクラシックです。YouTube やってます、うん、聞いてください。あ、今繰り返してた。繰り返してね。あ、そうだね、うん、ちょっとそれが巧みだったらしいよ。そうそう、じゃあちょっと今回は5分おきぐらいに、そうそうそう、挟んでちょっとあの、うんうんうん、ドイツ語勉強してヒットラーの演説を何度も聞いて、あ、なんか何と答えていいか分からない。あれ急にドイツ語で、ね、うん、そう、そうですね、うん、あ、でなんかあの個人の、うん、個人のこともなんかこう、そうですね、そうですね、そう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 、今多分聞いてる方は声でまだ判別つかない方もいらっしゃるんですよね。そうですね、ちょっと似てたりも、松田義君だけが自分の名前を今言ったから、うん、あ、そうですね、自分の声で言ったから、うん、さっき携帯言ったのがあるけど、ちょっとじゃあそれぞれ、ちょっと吉田の甘いボイスをじゃあ、うん、こんにちは。テノールの吉田蓮です。あのまあ、ソレイケクラシックの中で唯一ですねテノールとしてあのこの3人 の, あの男の中で一番高い音を歌ってますよ。っていう感じでいかがでしょうか。はい、あえて高い声を今ちゃんと、はい、いいいやいやあんまいい声系じゃなかったですね今ね、ちょっとバカっぽかったから。そして、バリトンの大川博です。ちょっと待って、声カスカスするな。ちょっとすみません。その路線で行くとちょっと又吉さんと被っちゃうから。あ、バリトンの大川博です。オペラ歌手です。声楽家です。ごめん、あ、これちょっと一番良くないっすね。なんか、うん、なんかちょっと途中で諦めないでください。取り返しがつかないですね。生放送。生放送。やり直してるでしょ。なんか大丈夫かな。はい、すいません。まあとりあえずあのもうみんな、その僕とレンちゃんはあの吉田くんはあの国立音楽大学っていうところを卒業して、うん、あの又吉くんは東京芸大を卒業した、うん、そういう経歴を持っております。で、はい、3人とも東京に行き会ですね。はい、大に機械の人、うん、所属してます。岡さんバリトン、吉田さん、はい、テノール、又吉さんバリトンになったってやつですね。はいはい、そうでしたよね、はい、うん、男性3人っていうのもなかなか面白いですよね。アンサンブルもするんですか、3人でそのどうコンサートでは、なんかオリジナルもあったりするんですか。そのコンサートのために、うんうん、例えばあの、まあ、合唱曲なんかを、はい、例えば3人でパート分けして歌ったりとか、うんうん、ちょっと懐かしい曲を掘り起こしてこう映像にしてみたりとかっていうようなことはしてますよね。そうですね。でまたあの又吉くんがテノールからバリトンになったので、はいはい、うん、なんかオペラのその重唱っていうんですか、うん、なんかそういった曲もなんかあの歌えるようになった曲がちょっと増えまして。なるほど、はい、うん、だからグループ的にはなんかこうよくぞバリトンにという。そうだね、うん、
二人が声でっかいから大変なんですよね。そんなこと言ってるパート引き受けて。ねえ、うん、うん、そうですね。曲いきましょうかね。1曲目ね。そうですね。じゃあ1曲目曲紹介どなたが。我々のそのですね、コンサあのグループ結成のきっかけとなりました動画で、歌わせていただきましたメリーウィドーというオペレッタから女のマーチという曲を聴いていただきます。この曲がですね、まあ、元々ドイツ語の曲なんですが、オリジナルの日本語の訳詞をつけてまして、なんと又吉秀樹がですね、作りました。ちょっと何か一言いただけますか。天才又吉の作った素晴らしい訳詞をお楽しみください。一つの決まった戦略はない。女も何かす手立ては誰も入手は不可能の難解なセオリー。褒めて褒めまくって、そうそうそうさ、それだけじゃ足りない、そうそうそうさ、おしゃれなサプライズ、そうそうそうさ、資料深く見せたり、そうそうそうさ、優しくささやいて、そうそうそうさ、時には強引に、そうそうそうさ、笑わせて美味しいご飯に連れて行ったりして、そうそうそうさ、それだけじゃ足りない、そうそうそう。女は芸術だ、山だ川だ海だ、まだことにけしからん、それが女、女麗しその姿、魅惑のその瞳、赤毛黒毛くせ毛ブロンド、全てが最高だ。女、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 女
3人3人がそれぞれうまいといいね、うん、とファンの方々がいて、うん、ずっと続いてるんだなというふうに改めてなんか実感しました。いやいや減ってる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 か。一番多かったのは1970年代で、その時にはクラシック番組が週末に4つあったのよ。うーん、あ、そうなんですか、うん、山本長澄さんのオーケストラがやってきたとか、うん、なんかなんだっけ、N響アワーがあったりとか、うん、4つあったのよ、うん、で山本長澄さんのオーケストラがやってきたっていうのはもう各地方地方に山本長澄さんが指揮者がオーケストラを連れてこう回っていくんだけど、もう1000人2000人の方が毎回満員なのよ。へー、それでみんなわーわー言って、そこにやっぱり当時の日向坂とか藤原坂とか出ていたわけだし、だってほらもう亡くなった平野先生とかはアニメの主題歌も歌ってるわけだし、そうですね、そうですね、でもそういうことが完全に遮断されたのよ、ある時ね、うん、ミュージカルに出たオペラ歌手はもう大学では出世できないとかそういうような時期があって、うん、なるほど、そういうものとそういうちょっとしたこう芸能界に噛んでたものが全部噛まなくなってきて、うん、でどんどん大衆から離れていって、で1970年代に全国民の 1% がクラシックファンで、1% の中の 1% がオペラファンって言われていたのに、今多分もう半減、半分以上。でもまあ言いたいことは、そこを3人が今までじゃなくて3人がクラシックを盛り上げてますってことですよ、私が言いたい。ちょっと風穴開けたかなと思う、うんうん、すごいと思います。だから他の人じゃないと思う、3人だと誰もできなかったと思う、うん、そう、嬉しいね、すごいなと思って、うん、コロナ中から本当に見てたんで、うんうん、だからなんかコロナに予想通りて良かった一つのことかもね、うん、コロナがなかったらやらないんだから。あ、そうそうそう、うん、それはそうですね、ね、うん、この後もだからそういうクラシックのなんていうかな、みんなに親しみやすいような、印象を与えるような活動をしていくってことなんですよね。そうですね、で、うん、まあ、できればまあいろんな若い人たちとかも巻き込んでって、うんうんうん、俺は本当若い時から思ってたのは、普通になんか 紫は言わないか、壺八では何でもいいから、なんだっけよくある居酒屋は取り切りもいいわ、なんか行って、ね、入って、あのオペラ聞いたことありますかって言ったら全員がある時代になってほしいわ。あ、今聞いたことないやつばっかりなわけ、嫌われてもいいわけ、うん、うん、もう一回聞いたけど二度と来たくないですけど、それはそれでいいわけ。うん、でも聞いたことないっていう人たちばっかりだから、だからそれが一気に、あ、YouTube のこういう使い方があるんだっていう感じ。素晴らしい。ありがとう。ますます頑張ろうと思うね。うん、そうそう、だからますますこうなんていうかこう仕事量も増やしたりとか、ファンも増やしたりとかしながら、例えば誰かとコラボするとか、誰かを一人加えてまたなんかやるとか、例えばその3人が出れるオペラを何か選んで予算、うん、こう金集めてやるとか。やればいいのかなと思ったりして、うん、それ頑張ってほしいなと思います、すごく。うん、そろそろじゃあ2曲目を行きたいと思います。ご紹介お願いします。はい、先ほどもちょっとお話ししたんですけど、又吉くんがですねテノールからバリトンになったおかげといいますか、おかげで歌えるようになった曲がありまして、はいはい、オペラコジファントゥッテというなんか女とはみんなこうしたものっていう、まあ、ちょっと今時代的になんか、うん、いいのかなみたいなそういった題名のなんかオペラですけども、ちょっとモーツァルトが作曲した、はい、まあ、大変楽しいオペラの、開幕の一曲を、聞いていただきと聞いていただきたいと思います。はい、日本語で言うと、俺の僕のドラベッラはそんなことない、そうだ、ね、ですかね。そうですね、それなんか曲入りにくいんですけどどうすんのこの空気感さあどうぞお聞きください。はい、それでそれでそれでクラシック「カパチェのね、カパチェのね、ウェネルクワンドベンナイ」
コメントをいただいておりますので紹介させていただきます、川上聡さん歌手ですね、はい、からいただきました。すばるさん、つぐみさん、お久しぶりです。そして大川くん、又吉くん、この前は釣りありがとう、蓮くんもお久しぶりです。稽古帰り楽しく聞いてますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。海釣りにね、あ、そうそう、連れてってくれて、連れてってくれた。海釣りはなんだっけ、磯釣りみたいな感じ、磯釣り、うん、船の方にこうやって船でこうやって、あ、船に乗って行ったの。船では行ってないです。だからそしたらその、なんだろう、こう岩のガタガタの岩のところずっと行って釣るんで。そうです、そうです、磯釣りだね、はい、うん、あ、それ磯釣りっていうんだね、うん、なんて言ってたっけね、なんかあの砂浜のことなんて言ってたんだっけ、忘れちゃったな、うん、なんつってたっけな、そう、砂浜とあとなんかそういう堤防でこうやって、うん、はい、どっちからもなんか投げられるみたいなところで、初めてね、あの5階っていう、はいはいはい、あのうねうねした足、はいはい、足なんですか、足わかんないけど、なんかこういっぱいなんかうねうねうねっていう、うん、長い、もうぜひね、みんなググってほしいんですけど、それを餌にし してね、うん、そう、キス釣りつけるの、はい、うん、もうでも本当怖くて、でもう怖、もう僕と又吉くんはもうあまりに怖くて、はい、あのきっちりあの手袋して、もうゴムの手袋してつけるっていう。そうなんだ、はい、うん、そうですね。ちょっともう一件紹介させていただきます、はい、まあ、狛江の音楽協会ドンと言ってもいいかと思いますが、山本智子さんからいただいております。、はい、吉田さんは来ていただいたことがあるのですが、皆さんでぜひ狛江の小中学生の学校公演にお呼びしたいなと考えていますとかで、もうこれはぜひですよ ね、みんな喜びますよね、うん、山本と智子さん、ぜひぜひ実現させてください。、はいはい、よろしくお願いします。こういう場合は誰に言えばいいんですか、なんか事務所的に、ね、それいけクラシックのホームページがありまして、うんうん、そこからそのホームページにあの、うん、あのアクセスしていただければ、はい、あのメールアドレス出演依頼みたいな、はい、なるほど、あ、綺麗なホームページですよね、あれも見ました、はい、美しい、もちろんあの、うん、個人宛てにあの、はい、それいけクラシックの皆さんとって言っていただけたら、もうそのまま、はい、うん、はい、あの、はい、そうします。それ書かないと自分だけ行っちゃうよみたいな。あ、そうそう、僕だけ行っちゃうよ。僕だけ行っちゃうよ。休日とかちなみになんかどういうことしてるんですか、あの本当にオフがあった時、アンプもしなくていいとか、あ、3人の趣味とかなんかそんな聞いていいのか、うん、僕は靴磨いたりとか、お、結構服とか好きなので、はい、まあ、買い物行ったりとか、うんうん、まあ、買わないですけど見たり、こう見たりとかしますかね、ウィンドウショッピングとか、ちょっとおかしいよ今日か、うん、おかしい、おかしい、おかしい、え暇な時と暇な時ないですって言うじゃん普通に。いやいや、そんなことないですよ。言うじゃん、言うって、言ってました、暇で、いや暇な時ないんすよね。いやそんなこと、売れっ子だから、今日ちょっとキレがない。それはソレイケのメンバーも感じてると思います。おかしいお前、ちょっとそれはみんないつものいつもの君じゃない。でもありがとうございます、皆さんね、お聞きいただいて。ちょっと休みの日、又吉さん何してるんですか。僕は、うん、あのオフだ、完全オフだったんですよ。完全オフだったら、うん、はい、実は僕はトカゲが好きで、トカゲを飼ってるんですけど、それのお世話、あの、はい、いつもお世話はするんですけど、はい、やっぱどうしても忙しいと最低限になってしまうので、はい、あのしっかりあの、うん、お世話する日っていう風にしますね。しっかりってお掃除とか、お掃除したり、はい、そう、あの隅々のお掃除したり、あの、うん、手に乗せて写真を撮ったりね。普段のお掃除の時は忙しいから、もう移して掃除して戻して終わりみたいな状態なんですけど、もう休みの時はもう手に乗せて写真、光の加減とか気にしながら写真撮ったりっていう時間が多いですね。戯れるってことですね。戯れる、戯れる、大川さんは、僕は
そうですね、まあ、昼過ぎまで寝て、はい、でうだうだとテレビ見て、はい、最近はなんか本読んで、はい、で買い物行って、はい、カレー作って、カレー作って、まあ、スパイスカレーに凝っているで、ね、で料理作って、はいはい、あもう一日も終わるなって言って、うん、終わるのが好きですね。それがリラックスする一日なんですね。そうですね、何もしないっていう、何、もしないですよね、3人お忙しいんでね、本当に大事なことです。いや忙しくてそんな暇ないみたいなこと言うのが正解だと、なんかね、おかしいよね今日ね。そうなんかいまいちだな。今言ってみればそうですね、うん、何を真面目に答えてるそうですね、もう終わりの時間がね、あっという間近づいてまいりまして、なんかなんかね、聞き出すこと聞き出せてないような気がする、ね、だからまたもし3人さんがあのスケジュールあったら来ていただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、このままではちょっと終われないんで、なんかそうですね、はい、今日ダメダメかちゃんがね、ちょっとあんま良くないですよね反省会だ ね、そうですよね、今度個別に呼び出すんですそうですね、はい、まあ、次回夫婦のオペラペラは8月25日また21時から生放送、はい、ちょっとゲストさんは今調整中なので、はい、楽しみにツイッターとかあれ待っててください、はいはい、なわけで今日どうでしたかお三人様、はい、なんか反省会って言ってるから反省会、あそうです反省会ですね、この後ちょっと、はい、反省会を、はい、最後一件コメント来たで読めるかな、はい、指揮者の安藤圭さんから、はい、それくら YouTube サイトの怪獣のバラードを見て懐かしさが込み上げ先月のコーラスの演奏会で演奏しました、ありがとうってことで、ありがとうございます、はい、うん、安藤さんいつもありがとうございます、ありがとうございます、はい、そんなわけであっという間に終わりが近づいてまいりました、ね、はい、ね、うん、締めていいの？締めていいんじゃないですか？締めていいんですか、うん、じゃあ次回また8月25日お耳にかかりたいと思います、はい、はい、夫婦のスバルと夫婦のつぐみとそれでクラシックでした、どうもありがとうございました、皆さんおやすみなさい、おやすみなさい、ありがとうございました。